TWICE が Ready to be World ツアーを開始しました。初日のソウルでは何万人ものファンと著名人の前で完璧なパフォーマンスを見せ大盛況となりました。 KSPO ドームを埋め尽くした観衆たちと TWICE にとって忘れられない特別な瞬間が数多くあったことでしょう。ジョンヨンはソロパフォーマンスでリゾのジュースをカバーし、その中でリコーダーを吹くといった予想外のパフォーマンスを見せ、これにはファンたちも大笑いしていたようです。そしてアリアナグランデのセブンリングスをカバーしたミナはセクシーなダンスでファンたちを沸かせていました。そして When We Was Kids ではメンバーの小さい頃の写真がスクリーンに映し出されるなど感動的な演出もありました。 TWICE のワールドツアーはファンたちと感動に包まれながらスタートを切ったようです。そしてそのコンサート中にさらに話題になる瞬間が見られました。それは桃とサナがプロ意識を証明した瞬間でした。 TWICE のヒット曲ファンシーを披露している時、後ろに向かって移動していた桃がつまずいたように見える瞬間をファンのカメラがキャッチしていました。桃が後ろ向きに倒れそうになる時、横にいたサナがとっさに桃を支え助けるサナの姿がありました。その異変に瞬時に気づき、メンバーを助けたサナは桃と一緒に笑った後、すぐに何事もなかったようにダンスをこなしたのでした。そんなサナと桃の姿にファンたちからはプロ意識が高いと称賛の声が上がっています。桃が滑ったらサナが当たり前のように支えた、つまずいてもリズムに乗れている、すごい、サナが瞬間的につまずいた桃を支えている、二人が笑ってるの見て、桃は転んでも瞬時にパフォーマンスに戻って笑っている、この情熱がすごい、桃はいつもつまずいてる笑、メンバー同士が助け合う姿、そして泣くわぬ顔でパフォーマンスに戻る姿からプロ意識が垣間見れた瞬間でした。 TWICE のワールドツアーは始まったばかりです。今後のステージも楽しみですね。Thank you.